電子音楽は現代音楽の一種としてスタートし、その後商業音楽や実験音楽や即興音楽に幅広い影響を与えた音楽の一ジャンルである。21世紀に入ってからも音楽大学やアイルシメートルなどの研究所をはじめ、世紀の教育を授ける機関は多いが、一方でインディペンデント系のアーティストも多い。語技としては電子楽器を用いた、 音楽全般であるが、一般には電子楽器や録音テープを用い、それらなくしては演奏し得ないような技法によって作り出された前衛的な現代音楽を言う。コンピュータ音楽としても知られている。双方は次の通りである。19世紀におけるピアノの構造的な発展が音楽のそれと同調しているように、電子音楽の歴史は電子工学というテクノロジーと道を 同じくしている。したがって、電子音楽について説明するとき、特にその例名においては、電子、電気楽器の開発と重なる事項が多い。電気という表現が、語につく時代から、電子がつくいわゆる、エレクトロニクスへの移行と発展の時代をいつ頃と、するかは、科学技術視野によって細部については議論のあるところと思われる。19世紀にすでに始まっていた電話などは、 講義のエレクトロニクスの範疇には含まれるものの増幅や発信といった機能は機械的に実現されていた時代であった。一般に20世紀に入った直後の頃に幾児無下の発明家により行われた真空管、特に増幅や発信といった機能を電子的に実現した三極管以降の発展に負面が大きいというあたりが注目の一致するところであろう。 史上初の実用化された本格的な電子楽器は1897年に、米国の発明家サディウス・ケイヒルが特許を取得し1906年に、一般公開した、テルハーモニウム、別名ダイナモフォントされている。これは145個の改造されたダイナモにより、過長周波数単域の交流信号を生成することを原理とし、ポリフォニックベロシティセンシティブのキーボードを備えていた。 初期モデルはピアノ競版で製造されたラッパー型ホーンから後のモデルは直結した電話回線を経由もしくは特製アコースティックホーンに接続された電話受話器で音を聞いた。この方法はアンプが誕生する以前に電子音を聞く唯一の方法であった。重さ200トン、長さ60フィート、走行費20万ドルと莫大な規模である。この。 電子楽器の始祖は20年間ニューヨーク39丁目のテルハーモニックホール全体の床を占領していた。1911年、産後機にして最後に製造されたテルハーモニウムの設置場所は535ウエスト後、シックスストリートニューヨークシティで1916年まで作動した。しかし、電話回線を経由して、ホテル、レストラン、劇場、 一般家庭への優先音楽配信を目論んだ、ケイヒルのビジネスは、電話回線への著しい通話干渉により頓挫した。録音は残っていないとされている。一般に広く認知された、最初の電子楽器は1917から1919 19年、頃に、ソ連の発明カレフ・テルミン教授によって発明された、テルミンである。これは、 アンテナ間の静電容量を手で遮ることによって調整し、その変化をヘテロダイン方式で音に変えて演奏する。テルミンが1920年に完成した。この楽器は上司を魅了し、同年11月、ペトログラード技術工科大学機械科の学生が主催する夜会で初めて一般聴衆の前でデモンストレーション演奏を行った。 1921年10月5日にモスクワで行われた第8回全ロシア電気技術会議においてテルミンの開発した世界初の電子楽器が公式に発表された。独創的なフォルムを持つこの楽器は全国の電化を推進するロシア電化委員会にとってプロパガンダ政策に利用できる価値を持つものであり、ソ連共産党機関紙プラウダ市場でも テルミンの論文と電子楽器のデモンストレーションが紹介された。レフテルミンは、その後、アメリカへ渡った。テルミンと、ほぼ同時期、光学式で音と映像を同時生成するパフォーマンス用楽器、オプトフォニックピアノが未来派画家ウラジミール・ロッシーネにより開発され、これとよく似た、光学式の楽器は1930年代前後に、フランス、ソ連、アメリカ、ドイツ等で、 次々と開発された。これらは映画フィルム中に音声信号を工学的に焼き込んだものであるサウンドトラックのパターンを人工的に描いて人工的な音を生成するもので電子的に合成しているわけではないが理論的にはあらゆる音を作ることができる。映画フィルムではなくパターンを切り抜いた円盤を使ったものもあった。1928年 オンドマルトノという電子楽器がフランスのモーリス・マルトノによって発明された。これはテルミンと同様に単音で操作される楽器であったが、音程は糸によりコントロールする。この楽器はトーンフィルターで制限波を加工することで作った音を、弦、シンバル等の様々な加工を施したスピーカーから出力する。オリビエ・メシアンのトゥランガリーラ交響曲の中で使われ、 現在でもしばしば演奏される。1930年にはフリードリッヒ・トラウトバインがテルミンやマルトノをさらに進化させたトラウトニウムを開発する。使用例としてヒンデミットのトラウトニウムと弦楽のための競争曲等がある。1934年にはバイオン化産合成を採用したハモンドールガン。1937年には 原山合成を採用したハモンドのバコードが開発される。戦前の日本においても、これらの動向から隔絶されていたわけではなく、時として、欧米のこれらの成果と同期した事例を見ることができる。例えば、宮城道夫の発明による八十件に、電気増幅器をつける試みや、長歌奏者の四世、木根谷咲吉と、楽器製作士の石田一時の共同制作による、シャミを、 マイクロフォンとアンプで増幅する電子楽器、皆源の制作、ドイツ留学経験のある日本楽器の若手技師、山下聖一がテルミン等にヒントを得て開発した各種楽器音を再現可能な鍵盤楽器、マグナオルガン等が挙げられよう。第二次世界大戦後の数年間、電子音楽は進歩的な作曲家によって作曲され、従来の楽器の表現を超越する方法を、 実現するものとして迎えられた。現代的な電子音楽の作曲はフランスで1948年のレコードを用いたミュージックコンクレートの作曲から始まった。これは街の中の音など具体音を録音しレコードで編集するものである。したがって最初のミュージックコンクレート作品はフランスでピエール・シェフェールやピエール・アンギによってレコードを切断して作られた。 その他アメリカではフランスから渡ったエドガー・バレーズなどがミュージック・コンクレートなどより編集しやすいテープ音楽を制作している。一方で電気的に生成された音による電子音楽がドイツのケルンにある西ドイツ放送の電子音楽スタジオでテープを使って生まれた。こちらの分野ではカール・ハインツ・シュトックハウゼンやゴットフリート・ミハイル・ケニヒが最初期から活躍し、シュトックハウゼンの 少年の歌、コンタクテなどの傑作が生まれた。コンタクテの器楽合奏バージョンでは、早くもテープと器楽の生演奏とを組み合わせている点が注目される。シュトックハウゼンは、軍の音楽や、モメント形式などの新しい概念を次々と考案し、グルッペンも作曲して、第二次世界大戦後の前衛音楽の時代において、フランスのピエール・ブーレイーズ、 イタリアのルイジノーのラと共にミュージックセリエルの主導的な役割を担った。60年代後半以降は確定的な寄付法を離れ、自身の過去作品を出発点として、それを次々と変容していくプロテッシオ,オオミやタンパラジオが受信した音恵を変容していくクルツベレンなどを作曲。さらには演奏の方向性がテキストの形で提示された。 直感音楽を提唱する。アロイス・コンタルスキーや、ヨハネス・フリッチェらの演奏家とアンサンブルを結成し、これらの音楽を演奏した。少し遅れて、ハンガリーから亡命したジェルジ・リゲティも参加し、初期の還元楽曲、アパリシオニア、アトモスフェール、ロンターノの作曲技法の大きな指針となった。イタリア国立放送来の電子音楽スタジオでは、ルチアーノベリオ、 ブルーのマデルナなどが活躍した。当時のドナウエスゲン,ン現代音楽祭では、フランス人はレコードを、ドイツ人はテープをそれぞれ持参して、自作を発表した。この少し後、ポーランドのクラクフのクシシュトフ・ペンデレツキラは、独自に電子音楽を研究し、広島の犠牲者に捧げる愛歌などを作曲する技術を開拓している。作曲者本人へのインタビューによると、 彼の初期の優れた器楽作品群は電子音楽なしでは全く考えられなかったとのことである。ミュージックコンクレートと競技の電子音楽とをまとめてテープ音楽と総称する。日本では1954年に NHK 電子音楽スタジオが世界の電子音楽の初期から設立され、眉積と白緒によってミュージックコンクレートと電子音楽がいち早く、 日本に紹介された。シュトックハウゼンが来日し、作品、テレムジークを作るなど、NHK 電子音楽スタジオの当時の功績は、大きい。日本の作曲家では、竹光徹、湯浅常治、松平頼明などがここで活躍した。竹光や湯浅は、NHK スタジオに関わる以前から、東京通信工業から開発されたばかりの、 テープレコーダー及びそれとスライド写真を組み合わせたオートスライドを借りてきて、その機械を使ってテープ音楽を制作していた。また彼らの属する芸術家グループ実験工房で、それらテープ音楽やオートスライドの作品発表会を行っている。これらの活動は草の根ながら、世界的に見てもテープ音楽の歴史の初期にあたり、先鋭的な活動をしていたことを意味する。 コンピュータを作曲上のパラメータを決定する自動作曲に用いた最初の例としてはレジャレン・ヒラーとレオナルド・アイザックソンによるイリノイ大学のコンピュータイリアック・アイを使ったイリアック組曲が挙げられるコンピュータをリアルタイム動作のシーケンサないしシンセサイザとして使用する試みは日本では1950年代末にパラメトロンコンピュータ PC-1 を使用して区形派で 春の小川を奏でたのが最初期の例であるが、世界各所でまた新しいタイプのコンピュータが現れるごとに行われてきた。コンピュータの音響合成への使用は、1957年ベル研究所のマックス・マシューズによるプログラムミュージックが始まりとされる。その後継プログラムは各地に広がり、信号処理や音響合成の研究に使用され、1967年の FM 音源の原理の発見や1970年代のデジタルシンセサイザー開発につながった。その後初期のアナログシンセサイザーの発明により電子音楽が広く一般化し、クラシック系現代音楽以外にも多くの音楽ジャンルで用いられた。日本では富田勲がアナログシンセサイザーを多く用いた作曲家として有名である。テープレコーダーが 比較的安価になり、一般の手にも触れるようになったため、大学や放送局などの研究機関とか変わりのない在野の作曲家たちもテープ音楽の制作に参加できるようになった。スティーブ・ライヒは同じ録音で同じ長さのテープループを用い、同時に再生することでわずかな回転数のズレからディレイが生まれ、二つの周期がずれていくことに注目し、カムアウト、 イッツゴンナレインなどのテープ作品を生み出した。これがやがてミニマルミュージックのアイデアにつながっていく。イアニスクセナキスは1972から1977年に、かけ、パリのフランス優政省内のサマムで、タブレットボードに線を描いて入力した図形を電子音響処理する装置、アピックを開発し、湯浅ジョージ、高橋裕二及び島津武人といった、 日本の作曲家たちの想像力を大いに刺激した。1973年にダートマス代で初期のデジタルシンセサイザーが開発された。1970年代にはマイコンが開発され、急速に一般化したが、これを利用し1970年代後半デジタル、音楽ワークステーションへと発展した。これは音楽制作に必要な音響合成、サンプリング、演奏、 シーケンスや作曲といった一連の作業をシームレスにデジタル信号を処理する最初の試みであり、後に HD レコーダーや作詞ソフトも追加され、現在一般に普及している DAW システムの原型となった。1980年代よりコンピュータを用いる音楽がそれまでの電子音楽に変わって主流となった。1976年に生まれた パリのポンピトゥーセンターの併設組織アイルシメートルは現在でもなおヨーロッパのコンピュータ音楽の最先端の研究施設である。初代所長はピエール・ブーレイズ。生楽器演奏をマイクで拾い大量の DSP を積んだコンピュータで音程音量の抽出や音響処理を行うソフトウェアが開発された。ブーレイズはこのソフトウェアを使った音楽作品としてレポン。 二重の影の体は、シュルアンシーズ、アンテーム2などを書いている。ダルムシュタットやドナウエシンゲンでは、ライブエレクトロニックという分野を特別に設けている。またミディ処理用、グラフィカル言語マックスは、後に音響処理や動画処理を統合し、これは現在では、世界中に普及している。1978年に結成した、イエローマジックオーケストラが全盛期を迎え、 高い人気と知名度から電子音楽を日本国内において普及させた。パリにはもう一つ、ラジオフランス内に、イナという組織が持つ GRM というコンピュータ音楽研究施設があり、これをイナ GRM と呼んでいる。こちらは、ジャンクロードリセ、リュック・フェラーリなどの作曲家を生み出した。イナ GRM は現在では、アイルシメートルと技術を競い合っている。 イタリアのルイジノーノは、これとは別に、ドイツのフライブルクの SWR 南西ドイツ放送のハインリッヒ、シュトローベル財団の電子音楽スタジオに頻繁に、通い、晩年のアンデ・アドナウなどのライブエレクトロニック電子音楽作品や、東京で初演されたのアイカミノス、アイクエ、カミナール等、傑作還元楽曲の作曲の大きな助けとした。アメリカのカリフォルニア大学、 コロンビア大学、ドイツのロベルト・シューマン音楽大学やフライブルク、音楽大学フランクフルト音楽大学、シュトットガルト音楽演劇大学、ベルリン工科大学などにも優れたコンピュータ音楽の研究施設があり、家政学、単位法、学式、十二音、セリエル技法等と並ぶ、音響作曲法習得としての理論家、作曲家大学院学生の卒業試験の必須科目とされている、 これらの音響研究施設では、電子的に生み出される音響の研究のほか、作曲に関わる様々な理論をコンピュータに計算させることについても多く試みられている。現在の代表的な作曲用計算ソフトとしてオープンムーシクが挙げられる。一方、一般販売されたシンセサイザーは、FM 音源を採用したデジタル FM シンセサイザーの登場によって大きく発展した。 それまでデジタル音響合成の主流だった加算合成は理論上はどんな複雑な音色も合成可能だが複雑な音色の実現に多数の高調波成分の制御が必要なため処理に大量の計算機資源を必要とする難点があったまた一般に市販されている20万から100万円程度のアナログシンセサイザーは一音あたりのオシレータ数がせいぜい1から3個であり アナログ FM 処理も一部機種などで可能だったにせよ、音色については大きな制限を強いられていた。これに対しデジタル FM シンセサイザーは最小構成では単音ごとに2個のオシレータで豊かな倍音を生成でき、またデジタルの自分割処理でオシレータの単位コストが極めて低く、大量のオシレータを使った複雑な音色を安価に提供できた。初期の代表的な機種に、 ヤマハのデラックス7があり、リチャード・タイテルバウム、ジャック・ギオネなどが愛用した。この低価格な FM シンセサイザーの登場はある、種の革命的な出来事で、一般的な商業音楽はもとより、アマチュア音楽にとっても、電子楽器、そして電子音楽の普及の起爆剤となった。従来の電子楽器は、音の魅力の以前の問題として、いかに先行化で、運用、 維持についても、高コストなものであり、それゆえ経済的な事情が、壁となって導入したくともできないミュージシャンはプロでも、別段珍しくもなかったのである。洋の東西を問わず、FM シンセサイザーの登場以前から、電子音楽のミュージシャンとしてのキャリアを若くして、豊富に持っていた人物に、富裕層の指定という羊の人物が数多く、見られるのは、決して単純な偶然と言い切れるものではない。 1990年代の日本では、ディスコがクラブと呼ばれるようになり、テクノやハウスなどのダンス向け音楽が一般化した。1991年、国立音楽大学に音楽デザイン学科が新設される。ヨーロッパでは、ケルン放送協会の WDR-3 が、FM ラジオ番組で、積極的に、毎週1回、各1時間の純粋な電子音楽だけの時間と、 同じく音響芸術の2番組を設けるほどの大きな分野となってきている。電子音楽の専門番組は WDR だけにとどまらず、例えばラジオフランスのフランスムジック、スウェーデンの SRP に、オランダのコンテンダーなどでも専門枠として放送されており、またそれら以外の放送局の既存の現代、音楽番組の中でも頻繁に取り上げられている。 これらは現在インターネットを通じて世界中で聴取可能である。インターネットをはじめとする電子メディアが日常化したことに伴い、専門的な教育を受けずに電子音楽の業界に入る人材が増え始める。リュック・フェラーリやローラント・カインのような黎明期の先駆者も次々と没する中、これらの音楽も一種の伝統として公的な機関が女性に踏み切っている。 今では母国での女性は受けなかったが、海外からの女性を受けて渡航する人物は、もはや当たり前になってきている。多くの専門家の見方では、電子音楽はすでに現代音楽や、電子音楽スタジオの手を離れ、各自が自由に制作することのできるジャンルと認識されているようだが、現在も電子音楽の国際コンペティションの現場では、大学や、 研究機関で研鑽を積んだ人間の競い合いになっている。ダルムシュタット歌詞現代音楽講習会では、クラーニフィシュタイン音楽賞の挑戦者は、全員電子音楽の履修が必修化された。このことを受け、講習会に来るメンツは様変わりしてきている。ガウデアムス音楽賞も同様で、生演奏と生楽器のみの組み合わせで応募する人物は徐々に少なくなってきている。 現代のラジオをメディアとした電子音楽の一部門にハーシュピールまたはアクウスティシャクンスト独語がある。ドラマのように NHK の FM のような脚本がある場合とドイツの FM 放送のように単なるテープによる電子音楽のように話の筋が全くないものとその中間の形いろいろな音響の要素を混ぜた形などいろいろある。 様々な音響テクニックを駆使したラジオ芸術として、また音響作曲法の典型的な一形態として、FM ラジオで流す目的のために制作、作曲される。即興演奏とは違ってすべてテープなどに、形として、録音、編集され、ライブは、ほとんどない。マウリッシュオ・カーゲルや、ジョン・ケイジの作品等が有名であるが、古典的音楽理論を特に必要としないため、美術系や、 音響系の人が制作する場合も頻繁にあり、カール・シュカのような専門の作曲家、制作者も欧米には存在する。この分野の有名な賞に、毎年ドナウエッシンゲン現代音楽祭で授与される、カール・シュカ賞がある。別名、ラジオ芸術とも言う。ありがとうございます。